まずはかずっちさんです。はい、けんさんこんにちは。はい、こんにちは。願望達成には目標型と展開型と2つのタイプがあると以前けんさんは話していましたが、はい、2つのタイプそれぞれ願望達成するための行動のヒントがあれば教えてもらえると嬉しいです。なるほど。例えば目標型はきちきちっと目標を立てて進むと思いますが、はい、展開型はどこに注意しながら歩み進めればいいのでしょうかということで、最初にじゃあまずこの2つの違いみたいなものから伺ってもらえますか。昔僕メンターに弟子入りした時にすごい分厚い手帳を持ってらっしゃって、でこうやって全部書いてるんですよね。はい、何書いてるんですかって言って、目標を毎日書いてるんだって、で目標100個書かなくちゃダメだって言われて、すごいなこの人と思ったんですよ。でも自分がやってみたらあんまりいくつかも書けなくてダメだなと思ったらすごい怒られて、でしょぼんとしてたら次のメンター候補のとこに行ったら、目標なんて考えたらダメだぞって、ハートがワクワクする、それに従って動くんだって言われて。全く違いますね。全く違うんですよ。メンターによってそんなにやっぱ違うものですよね。同じように成功されてるんですよね。なのでそうなのか、どっちも正解なんだってことに気がついて、この目標型展開型っていう名前をつけたんですね。でこの展開型っていうのは皆さんも多分体験あると思うんですけど、なんかいろいろやってたら誰かに人紹介されて、でそこに行ったらなんかまた新しい出会いがあって、でそれからまた新しい出会いがあってっていう形の、映画のような展開ってことなんですよ。はい、でもそれには2種類あって、どんどん上に上がれる展開の人と、同じ面でダラ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 するなんか漂流型の展開とあるんですよ。でも割とやっぱりリスナーの人は漂流してるよりはやっぱり次元上昇していきたいって思いながら聞いてると思うんですが、なので展開型のためにはただただ流されててもダメなんですよね。展開型の人っていうのはやっぱりちょっともうお任せすればなんとかなると思うんですけど、実はそれだけだと弱いんですよ。言ってみれば漂流した時にエンジンが1個ついてたらどこでも行けるじゃないですか。はい、でも漂流型の人っていうのはもうただただ頬張ってて早く風をこいみたいな人が結構多いからふーとかって自分でそうなんです。だからそういう意味ではやっぱり展開型の人もやっぱりちょっとエネルギーを変えるためには目標とか、あるいは自分から仕掛けるのが必要なんですよ。じゃあこの目標型と展開型って、全く違うタイプではありますけれど、両方から学べることもあるし、両方のエネルギー使ってもいいんですよね。じゃあ逆に目標型が展開型の要素としてちょっと取り入れたりするといい。目標型の人ってのは前しか見ないんですよ。だから例えば友達が飲みに行こうって「いや俺仕事があるから」っていうふうになっちゃうんですよね。でもその友達の飲みに行こうっていうのに誘われて行ったら、そこで契約を取れたりとかするんですよ。だからそういった意味で目標型の人も展開型のエネルギーを使うことで、実はもっと早く行くこともできるんです。じゃあ全く切り離してっていうことでもない、ね、そうなんですよ。だから問題はそれぞれにプライドがあるんですよ。目標型の人っていうのは、いやなんか俺はもうかっちりやってるからできると思うんですよ。で展開型の人っていうのは、俺は売り込んだりだとかなんか自分の目標立てたりとかしてないからうまくいくっていうふうに思うんですよね。私はねってなんかそんな自分から、恋愛もそうですよ。恋愛もなんか私は一回も好きってこっちから言ったことがないって人がいたんですよ。これって目標型と似てんですよ。で向こうからなんて言うんでしょう、向こうから言ってもらうばっかりやってたら本当の恋愛ができなかったりするんですよね。常に受け身でいるわけですもんね。なぜかというと本当に好きな人のところに行けなくなるんです。それだと言ってみればなんか好きだって言われてる人だけ付き合ってたら大した恋愛にはならない可能性があるんですよ。ということはこれ断られるかもしれないっていうのも含めてワクワクしては絶対断られると思っていくとすごい恋愛ができるんですよね。だからちょっと展開型と目標型っていうのが恋愛に置き換えると分かりやすいと思うんですけど、目標型の人は絶対この人だと思ったけど、ひょっとしたら執着せずにこの人じゃない人かもしれないんですよ。なのでそういう場合には一旦ちょっとその目標を外してみる。で展開型の人はなんか成り行きに任せてるけど、ひょっとしたらこれは成り行きじゃなくてちょっとがっつり行ってもいいんじゃないっていうのも大事なんですよね。この2つのエネルギーをどうやってできるのかっていうのが大事なんです。じゃあちなみにけんさんで伺いたいんですけど、けんさんはこの目標型と展開型をどういうふうに組み合わせて、例えば方向性には僕目標型なんです。例えば世界的ベストセラー作家になるっていうのは決めてるんですよ、2025年にね。でそれ展開していくのはお任せなんです。そうだから両方あるなって思って今聞いてたのは、じゃあ状況というかステージによってどういうところでは目標型でいるっていうのを、それを自分であえて意識してるんですか。それがやらないともうただただだら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 、例えば10年あったとしても同じ仕事ばっかり10年やったら成長がないんですよね。なのでそういう時は一回次自分が無理だっていう目標を立てないとやっぱそこから出れない。なので目標と展開型と両方ないと本当に面白い人生は生きられないんですよね。じゃあなんか私もその今まで健さんに伺ってて自分はどういうタイプかなとか、うん、そういうふうに分けて考えてたんですけれど、はい、両方の要素を自分なりに組み合わせてこう使っていくっていう感じで人生を前に進めていく。そうそうそう、今まで使ってないエネルギーを使ったらいいんです。目標の人はもっとなんかリラックスして遊んでみようと思ったらいいし、転換の人はなんか来た仕事だけ受けるんじゃなくてこっちから提案してみようとかっていうのも大事なんですよね。まあそれによって仕事の幅が広がったり恋愛の幅が広がったりとかするんで。逆のようにやるってでも結構億劫だったりしません？またプライドが邪魔するんですよ。俺は目標型でこれまでこんだけ稼いできたとかと思うと、ひょっとしたらもっとすごいことできるかもしれないんだけど、もうこれで自信があるからなんか毎日毎日管理して手帳に書いてたら成功するんだとかってやっちゃったらすごい中途半端な成功しかできなくなるんですよね。展開型の人もそうなんか展開してるようだけど結局同じ面をぐるぐる回ってたりとかするんです。これをだから両方ともうまく使えるようになるといいですよね。はい、はい、かずちさん質問ありがとうございます。はい、続いてトミーさん、結構長いメールなんですが、はい、健さんこんにちは。はい、こんにちは。ドイツから毎週配信を楽しみに聞いています。嬉しいですね。今付き合って3年目を迎える彼との関係について悩んでいます、うん、私は家庭を持つことや母親になることに強い憧れを持っており、彼といつか家庭を築きたいと思っています、うん、しかし彼は、お父様と過ごした幼少期に辛い記憶があり、うん、家庭を持つことや親になることに恐怖心を持ち、子供を持つことをかたくなに拒否しています、はい。以前ディアケンで健さんが心理学を学ぶようになって家庭に対する意識が変わったと話していましたが、彼にも心の変化が起きる可能性はあるのでしょうか。他人が変わることを期待してはいけない、自分が変わる努力をしなければと分かってはいるのですが、うん、どうしても家庭を持つという憧れを諦められずにいます、うん、健さんアドバイスお願いしますということなんですよ。はい、まあ、やっぱりこのトミーさんは話し合いですよね。まずその相手の、パートナーの人といろいろ話をして、でそのもう3年経ってるわけですから大体お互いのことも分かってますよね、なのでその家庭を持つってことに対してどう考えてるのかってことをそろそろはっきりしないと、そのすごく恐れがあったりだとか今は考えられないっていう風な人だという人にいたら、女性ってある程度生物学的なその年齢も肉体的な、ね、年齢もありますから、やっぱりあるタイミングで本当に子供とか持ちたいのであれば別の人の方がいい可能性もありますよね。その時にはやっぱりこの人とじゃない、好きだとしても家庭を持つことはできないわけだから、その辺の見極めはどっかのタイミングでする必要がありますよね。やっぱりでもこう付き合って1ヶ月とかじゃないこの3年っていう重み、今まで積み重ねてきた時間を考えると、はい、やっぱりなかなかやっぱりこの人じゃないって思う決断っていうのも難しいんじゃないかなって、ね、だからそれは未来から考えるべきなんですよ。未来から例えば50代になった自分があの時だらだら3年がねで別れるのもったいなかったから5年6年7年って ずっといっちゃって18年付き合って結局子供を持つってことはできなくなっちゃった。それで別れてしまったどうせ別れるんだったらもっと別の人と付き合って子供ぐらい1人ぐらい産んどいてよかったっていう女性になったことがあります。なのでそういうことを考えたらこの過去の3年は短い長いように感じるかもしれませんけど、これからの人生から考えたら3年なんてちっぽけな時間なんですよ。なので僕は家庭を持ちたいというふうに本当に思うのであればこの人と別れる覚悟で、ちゃんと話がしたいんだけどって、そのあなたがそれを自分の過去のねトラウマとか癒して、進みたいと思ってるのか、それともそういうこともあんまりやりたくないっていうのであれば私はちゃんと家庭を築けるような人と一緒に行きたいから、好きだけど別れますっていう勇気がすごく必要なんです。勇気ですね、でもそこはね、でそれを言ってわーって彼が慌てて「いや君を失いたくないから僕はセラピーとか受けてみよう」とか思うって言うと未来は可能性あるでしょうし、ね、可能性の一つありますもんね。あります。でもいや、そんなこと言うんだったら別れようって言うんだったらやっぱり向いてないと思います。これはね、お金の使い方とかその仕事に関してとか成長するしないとかに関しても早いうちに決めとかないと結構難しいと思います。そうするとこの質問が届いたこの今なんですよね。ということでトミーさん質問ありがとうございました、はい。大変だと思いますけどね、今やっぱり厳しいことも直面しておかないと、やっぱりその人がダメだったら本当にトミーさんが付き合って結婚して子供を持つパートナーがどっかにいるんですよ。そうそう、その人と出会えなかったら、僕はそれの方が損失だと思います、はい。まずはラジオネーム七伝抜刀さん、はい、すごい名前ですね。健さんこんにちは。はい、こんにちは。私は自営業者の37歳、独身男性です。金回りがいい時は人に優しくできるのですが、生活に困るぐらいお金に困窮するとどうしてもイライラしたり、引きこもってお金を稼いでこない弟に対して腹が立ったり、お金に対するリテラシーが低い高齢の母親に対して怒りがこみ上げてしまうことがあります。生活費に苦慮するときに周りに当たることなく心の平安を保てる方法があれば教えてください。はい。このシテンバットさんはですね、なんだかんだ言いながらちゃんと待って今に至ってるわけですよね。なのでいろいろ心配したりとかしても多分最終的にうまくいってるっていうことを考えると心配したりだとかイライラするエネルギーをどこに使うのかってことだと思うんです。というのはひょっとしたら全く意味がなかったかもしれませんよね。意味がない。そう、一時的にうまくいかなくてとしても、またうまくいって金回りが良くなる状態も体験されているわけだから、なので最終的にうまくいくんだったらイライラして誰かに当たる必要って全然ないわけで、例えば雨の日に怒ってる人と同じように、別に雨が降った時に後にはまた晴れの日も来るしっていうふうにまず思えるかどうかっていうのが、この質問の一番大切なところ前提としてまず考えるべきことなんじゃないかなと思います。どうしてもでも人って潤っている時は、自分にも穏やかにいられますし、もちろん周りにも余裕があるから、そこがベースで心優しく接することができたりしますけど、こうやって困窮したりする時って、本当にその人の人間性が試される時じゃないかなっていうぐらい、そうですよね。なんかこんな自分がいたのっていうようなものが出たりもしますよね。はい、なのでこれは別にお金だけじゃなくて、パートナーシップでも起きることですけど、自分がストレスを感じた時に対人に対してどう付き合うのかってことだと思うんです。でこれは僕も100% できてるわけじゃありませんけど、どうしたいのかっていう選択肢はいつも自分の中にあると思うんですよね。だから例えばお金だけじゃなくて自分の体調でそれが出る人もいるでしょうし、自分の体調でどっか痛いとこがある時に、人に当たってしまうというのをやめたければやめられるし、なので例えば弟さんが亡くなったりお母さんが亡くなったりとかする時に一番多分後悔するのはお金のことでね、お母さんなんであのお金を使いするんだとか弟に対してあったってことに対して後悔するんじゃないかと思うんです。なのでもしそういう後悔したくないのであれば、お金のストレスがあってもなくても、彼らに当たるのはやめようってまず決められるかどうかってことだと思うんです。でもう一つは、お金に困るような状況を作らないってこともできたら考えてほしいですよね。そうですね。はい。なぜかというと別にお金がない状態で、行く必要はないんです。この間ある人と話してた時に「仕事どうですか?」って言ったら「もうすごいです」「ああよかったね」って言ったら「この間も奇跡起きました」って「どういう奇跡起きたの?」っていうふうに聞いたら「いや来月の売り上げの仕事を前入金してもらって月末の支払いがうまくいきました」って言うから、それって奇跡でも何でもなくてただ単に困ってるだけじゃんっていうことでしょ。だからそんなの奇跡言ってダメなんですよ。本当の奇跡っていうのはお金のことを全く考えなくても日々生活できる方が奇跡なんですよ。なのでそういった意味でドラマチックな人生を望む人っていうのは、このシテンバットさんみたいにお金が入ったり出たりするっていうのにヒヤヒヤしなくちゃいけなくなるんですよ。で本当に豊かな人っていうのはお金のことを普段考えなくてもいいようにちゃんと段取ってるってことなんですよね。なので月末いくら払うのかとかそういうことも別にもうちゃんと自動的に引き落としがかかってるから、全然そんなことは気にならないっていう生き方の方が、さあ稼ぐぞとか、わあお金がなくなったとかってなるよりも僕は健康的なんじゃないかと思います。なんかこのラジオネームにもなんか出てる感じがありますもんね。はいはい、なので僕からの分析でいうとギャンブラータイプなんですけど、そういうタイプの人っていうのは上がったり下がったりすることに喜びを感じるタイプなんです。でそこから変えていかないと、このパターンっていうのは、37歳までやっちゃってるってことは結構60歳ぐらいまでいく可能性がありますよね。はい、なのでよかったらそれを変えないと一生独身ギャンブラータイプ65歳健さん30年前に質問したらこと覚えてますかとかっていうふうに質問されちゃいそう。はい、だからいつそのモードを変えていくのかっていう、はい、ぜひ考えてください。はい、はい、さあ続いてまたこのラジオネームもあれなんですか、天寺さん。はい、いきます。はい、健さんはじめまして。はい、はじめまして。私は35歳の独身、彼氏いない歴2年の女です。はい、結婚を諦めたわけでもありませんが、はい、結婚云々の前に心通う相手に出会いたいと思っています。うん、2年前に同棲していた彼と言いたいことも言えずに、うん、我慢してしまうような付き合いを3年も続けてしまい、トラウマになっています。うん、35歳にもなると同世代の男性に出会っても、まずは結婚しているのか、うん、彼女はいないのか、うん、ゲイではないのか、うん、この3段階の疑問が浮かび上がります。なるほど。はい、いいなと思う人がいても、結婚しているのか、彼女いるんですかといきなり聞けるわけでもなく、うん、でも好きになってから奥さんいたらと言ったと分かったら、確かにね、彼女がいたら、うん、恋愛対象じゃなかったら、うん、いやまた傷つけてしまう、そんな自分とのやり取りにくたびれてしまっています。うん、そこで私は何かこじらせてしまっているのではないかと思い、検査にメッセージしました。アドバイスをお願いします。なるほど。これ別に25歳でも起きることだと思うんですけど、一番は自分はもうパートナーシップに縁がないっていうふうに思ってしまっているってことですよね。うん、で例えば36歳でそういう人と出会うかもしれないし、39歳で出会うかもしれませんし、はい、僕はうちの奥さんと結婚したのは39歳で、彼女も、はいはい、僕は29歳でしたけど、はい、で高齢出産で彼女が40歳僕は30歳の時の子供なのでね、そういった意味ではその35歳過ぎてきて、なんかもう結婚式も呼ばれなくなってくると、友達もみんな結婚するかっていうふうになっちゃって、もう自分はパートナーシップに縁がないんじゃないかっていう不安の中にいるのが一番の問題なんです。うん、っていうのは38歳で結婚する人もいるし、39歳で結婚する人もいるし、なので自分がパートナーシップっていうことに関してある意味負けた感じになってるんですよね。そう、しかも見る限り3年お付き合いした方との恋愛の型っていうのがトラウマで残ってるっていうことですから、こういう場合なんかまた自分が自分らしさを出せないままお付き合いしちゃうんじゃないかとか、うん、自分らしさを出すってどうなんだろうとか、はい、 そもそも恋愛ってどうするんだっけみたいな、うん、そういうところですごいぐるぐるしちゃうと思うんですよね。うん、年齢の焦りも当然あって。そうですね。なのでやはり、ね、恋愛とかっていうことに関してやっぱりもう少し貪欲になって出会いを求めないと、気がついたら40になってるってことはよくありますよね。じゃあでも貪欲になった時になんかがっついてるなっていうような空気ってやっぱりあまり出したくないじゃないですか。はい、もうそれは出さないと。出さないと。もうだから僕はそういう年だったら、うん、相手が結婚してるかどうか最初に聞いちゃいますよね。はい、ストレートに冗談みたいな感じで。ね、例えば「まどかさんって結婚してらっしゃるんですか?」っていうふうなことを言って「ああ今旦那がいます」「残念」って言えばいいじゃないですか別に。でそれ言われて嫌な気になるわけじゃないから、ね、例えば「誰々さんって結婚されてるんですか?」って言ったら「ああ今結婚してないんです彼女がいます」「残念すぎる」とかって言ったって、どちらかというと嬉しい。あんまネガティブに取ることはないと思うんですよね。でも健さん今の聞いて、うん、この天寺さんがねそれを聞いた時に素敵だなって思って、うん、一生懸命それを聞くじゃないですか、うん、自然を装って、はい、その時に「います」って毎回「いますいます」って言われたら、うん、やっぱり自分のふさわしい人っていないんじゃないかなってなんか落ち込んじゃいそう。はい、だからそれは自分の中の解釈を変えるしかないんです。だってその人がパートナーがいたり結婚してるっていうのは人違いだったってことなんですよ。例えば自分のね本当にパートナーとして出会う人が、うん、吉田さんっていう人だったとして「はい、であなた吉田さんですか?」って言ったら「ああ私近藤です」って言ったらいちいち落ち込む必要ないんですよ。うん、その人は吉田さんじゃないだけのことだから、うん、だからその人が別の人と結婚してたとしても落ち込む理由なんか一個もないんですよ。うん、ただ自分のパートナーじゃないだけの話だから。そう考えればいいわけですよね。うん、そうだから自分にとっての吉田さんとかでも分かんないですよ。そのパートナーの人かどうかだけ確かめ続けるためには、うん、その人がパートナーですかってことを聞き続けなくちゃダメなんですよ。これだから40回聞いてダメだからって言って41回目で諦めてしまってたら一生会えないわけだから。でもしかしたら42回目にその人がいるかもしれないわけですよね。そうなんです。だから一個一個違いますって言われたからって言って落ち込む必要が全然ないってことを今日は言いたいですよね。単なる人違いなんですよ。単なる人違いか。そうそうそう。だから残念っていうふうに言ったらね、よかったらいいんじゃないですか。はい。それをね軽く捉えないと、やっぱりここはだんだん苦しくなると思います。はい、質問ありがとうございます。まずは俊介さんです。はい、けいさんこんにちは。はい、こんにちは。夢を書き出した時に苦手意識のある分野の夢は途中でやっぱり無理だと諦めてしまうことがよくあります。特にコツコツ積み上げたり人間関係が苦手なのですが、苦手意識のある分野の夢を叶える秘訣があったら教えてください。はい、ちょっとあまりもこう曖昧なので答えにくいんですけども、例えば人間関係を良くしたいってことがあったとしたら、やっぱりそこには痛みと向き合う勇気って必要なんですよね。はい、なので例えば誰かに嫌われるかもしれないとか批判されるかもしれないとかっていうのをあえて空気読めないやつって言われたりだとか、いじめられたりするっていうリスクを犯してでも人間関係を良くしていきたいっていうふうに思うのであれば、やっぱり今までなんとなく面倒くさいと思ってたことをやる必要がありますよね。どうしてもでもやっぱり分野によってこうやりやすい取り組みやすいものと、あ、やっぱり無理だなってどうしても人間ってありますよね。過去のテープをこう再生してしまうような感じで、でそれが宿命なんですけど、でもそれが無理だよなと思ったらそのままそれが確定するわけですよね。それをひっくり返すこともできると思うんです。例えば今本当にこの自分の夢を叶えている生き方をしている人っていうのは、こういう場面っていうのはたくさん起きていて、それを一つ一つこう地道にひっくり返してきたっていうことなんですか？そうですね。なのでそこをやっぱりやる必要があると思います。だからかといってね、苦手なことばっかりをなんか改善する必要もないんですよ。あ、そうですか。どちらかというと僕は8割は得意なことに意識を向けて、2割でダメなところを直すぐらいのバランスの方がいいと思いますね。その方がなんかこう気持ちとしてもこう取り組みやすい感じしますよね。そうだからたまたまこういう質問になってると思うんですけど、得意分野をどんどん生かして、でそれである意味セルフイメージも上がってうまくいってる関係というか勢いって大事なんですよね。その勢いの中で人間関係も頑張ってみようと思うといいんじゃないでしょうか。はい、俊介さん質問ありがとうございます。はい、続いては愛さんです。健さんこんにちは。はい、こんにちは。私は幼稚園から小学校低学年にかけてクラスの女の子数名からいじめに遭っていたせいか、今でも職場やママ友の人間関係に悩んでいます。リーダー格の強い女性と必ずネガティブ自立とポジティブ依存の関係にはまってしまい、私は挙動不審になって自分らしくいられなくなります。異性の友達や気の優しい女性とは仲良くやっていけるのですが、いじめに遭っていた頃の恐怖心が蘇るのか、おどおどしてしまう自分が情けなくなります。健さん、なんとかしたいです。どうかアドバイスをお願いします。はい、わかりますよね。そうですね。こういう風になってしまいそうな、また強い女性の前だとなおさらおどおどしちゃって、そうですよね。本来の自分がもっと出なくなっちゃうんですよね。こういう時って。で、これはね、やっぱり練習も必要なんですよ。で、最終的に本当にこの環境を癒したいって心の底から思うかどうかってことだと思うんですよね。その癒すというのは今いる相手となのか、そうじゃなくて自分のこの幼少期のことを癒すっていうのはどっちですか？両方でしょうね。両方。で、その過去起きたことを癒すためには。現在の人間関係が役に立つんですよ。なぜかというと、その今の人間関係が過去起きた痛みを思い出させてくれるからなんです。なので例えばあの人にね、ママ友にちょっとお話いいかしらって、私は実はすごくいじめに遭ってて、強い人とかそういう人と一緒にいるとね、萎縮しちゃうんですって、だから私が挙動不審だったらごめんなさいねっていうふうに言ってみるとか、言えなかったら手紙を書いてみるとか、であなたのことは一緒にもっと友達になりたいし親しくなりたいんだけど、私がそういうふうに挙動不審だったらあなたのせいじゃないってことをお伝えしたいと思いましたっていうふうに伝えるのがいいと思います。例えば世の中にはいろんなタイプの人がいて、こう意地悪な人っていうのもいるじゃないですか。そういう時にそういう手紙なり、話を聞いた時に「何それ私がそうだからなの?」とかっていうふうに返されたら、もっとあわわわわってなっちゃうと思うんですよね。だからその時にはもうその人と付き合わない方がいいんじゃないですかね。この愛さんには上級者すぎる。だから今はやっぱり優しい人と一緒にいるのがいいと思います。でもほら、職場とかママ友ってなると抜けたくても抜けられない、付き合わなきゃいけない。けれどもママ友だって全員と付き合わなくちゃいけないわけじゃありませんからね。僕も長野の幼稚園で似たような状況に入ったんですけど、意地悪な人が2人ぐらいいて、でその人とどうやってうまくこの関係を持つのかって苦労した覚えがあるんですけど、最終的にはものすごく仲良くなったんですよね。そのきっかけは何でした？だからやっぱりなんかいろんなことを共通点で盛り上がったりだとか、その人と心のつながりを持つためにいろいろ努力したんですよ。だから例えばそういうふうな努力をせずになんとかしようと思ったって無理なんですよ。なのでまず過去あったいじめの誰々さんとこの人は違うってことをちゃんと冷静に今大人の自分だと見れるでしょうし、であるいはその人とあんまりなんて言うんでしょう、おどおどしそうになった時に一回深呼吸して、でそしてその人とちゃんと向き合うってとにかく決めることですよね。で適当になってたら前のパターンに戻るんですよ。それはこの愛さんの鋳型なんです、はい、でいじめられたってことはもともとお父さんかお母さんとの間で何かも起きてるはずなんですよ。それがないといじめられませんからね。そういった意味でもともとあった鋳型はどこから来てるのかってことを、はい、やっぱりちゃんと向き合うっていうのをどこまで向き合いたいかってことだと思います。なぜかというとね、この痛みがいろんなドラマを作るんですよ。なので次の職場、また次のひょっとしたら変な話ですけど老人ホームでもそういうことが起きるんですよね。そう言いますよね。状況や人が変わったとしても、結局それって自分が変わらなければ、はい、同じ状況って出やすいってことなんですかね。そう、だからその人間関係のそういうふうなのにはまりたくないのであれば、やはりどっかで逃げないって決めないと一生追いかけてくるんですよ。嫌ですね。追いかけられ続けるのって嫌ですよね。だって寂しくないですか、老人ホームでいじめられちゃうみたいなね。そうでもありえますよね。ありえるというか人間である限り必ず起きるんですよ。なので僕はできたら本当は小学校中学校でねこういうことを教えてあげたいなと思うんですけど、それがYouTube をね番組を作ろうと思ってるきっかけなんですけど、こういうのスキルだからいろいろ聞けばなるほどなと思うんです。じゃあとにかくこの俊介さんにしても愛さんにしてもそうですけれど、はい、やっぱり無理だなっていうところをどう自分で勇気の一歩を踏み出してっていうところですよね。そうですね。でそれをやらなかったら今までと同じパターンに戻るだけだからということですよね。そうだから辛いところをぜひ乗り切ってもらいたいですね。はい、質問ありがとうございます。以上、人生相談のコーナーでした。いつかそよ風が教えてくれた魔法の国サトゥの話、そこでは誰もが魔法使いよりも不思議